世界戦のポスターか。チケットも売れてるみたいですね。中村さんの試合の前にこけないでくれよ。木村と板垣の例がある。見れば見るほど目に浮かぶぜ、俺様がベルト巻いた姿が。くれぐれもこの間みたいな減量失敗は勘弁ですよ。中村さんでも事実、そこで考えたのがこれだ。なんかその眉毛の感じ、ブライアン・フォークに似てるな。うん、慣れとくのは必要かもしれん。今度は右がこうかな。ちゃいましたね。マロってなんだ。まだ間に合う。どういう一歩。怖いよ。何、怖いほどフォークに肉薄し、どうしてくれるんすか一体。騒がしは俺ですよ俺。喜んでないっすよ。こんなにされ人前に出られないっすよ。現れっすよ。めくば弱って。ゆうべうちに来たんだって、姉ちゃんから聞いたぜ。僕ら3人とも高村さんに憧れて。痛い痛い。何、それでいいだろうが。なんかありきたりですね。ああ、なんなんすか。所詮お前らの汗も一緒に世界に連れてってやるぜ。高村さん、もう世界戦って大イベントがあるのにそばにいられないなんて。水星マジックだったのか。やはりここだぜ。ようやくみんな揃ったか、俺様についてこい。はい。使えよ、スピードならお前が上だろ。とんでもないですよ。このやつ試合を3週間後に控えてきっちり仕上がってきてるな。それはほど遠いぞ。もっと汗を出せ。スタミナをつけながら体を絞るんじゃ。きつくなるのはこれからさ。高村さんの体重は人なんざほとんど無視されるような超人気クラスなんだよ。大人ぶっちゃって。相変わらずだぜ、去年は。渡るはどうした、勉強ばっかりで青病炭になってねえか。そろそろ帰るわね。ああ、家のやつがうるせえからな。になれるし、水分出せるから減量の手助けになるわ。に差し掛かってきたの。試合感覚のせいか、この時期になっても流す程度しか練習しとらんらしい。やり残しや後悔はしたくないからの。違うよ、生かされてるっつうかよ。そう、ボクシングはよ、俺を生かしてくれてんだよ。何すんだクソジジイ。の時に割り込んできやがって。警察に捕まる前に助けてやったんじゃよ。ねえよ、俺様なら当然だからな。ち、世界へ行ける。デビュー戦を見て。どうしたよ。もう本来の階級でベストの状態で戦えたじゃろ。座下げてほしくないね。本当は絶対したくないんだが、実際する気もないが、外チャンピオンになる運命だったんだが。貴様何が言いたいんじゃ。俺は6階級制覇だぜ。そうだな。さっきボクシングをバカにせんと言ったろうが。欲しくねえの。偉そうなことは取ってから言うんじゃな。ふん。俺たち考えたんすよ。何かできることないかって。しかしこんだけの量どうしろってんだよ。水分出せ水分出せって。あと5キロか。ここからだな。悪くなってきたな。ええ、疲労と減量のピークってとこか。世界戦を前にあいつはそれに匹敵する戦いをクリアせねばならん。クソ、落ちてねえ。高村、ペースを抑えろ。飛ばしが逆効果じゃ。めこめ言わずに構え。せめて口を動かせば何か食った気に。高村、手を休めんか。体を休めるのも仕事じゃ。高村、なりかねねえぞ。危険ですよね。ではこの僕が小話でもしていてくださいよ。シーコン、シスコンましたかね。命拾いしたな。まずは短期になる。腹減って気が立ってくる。減量開始1週間くらいは。今度は水分が欲しくなるんだ。初めはコーラとかジュース、味のあるものを。その頃になると全身の肉を落とした代わりに。水。俺たちは高村さんほどの済まされて、高村さん俺たちの考えも及ばない世界にいるんだ。仕上がりは、体調はいかがですか。
ええ、メッセージは日本のボクシングファンに一言。ミサノ君。なんて。殺してやる。チャンピオンの公開スパーだというから来てみれば。調子悪いじゃないか。調整ミスか。世界戦前だから手の内を見て。入るぞ、ヤビちゃん。こんな茶番いつまでも見てられんわい。遅かったじゃないか。心配しちゃったよ。女性が来た途端あっという間ですよ。血だるまにするのに10秒程度。調子はどうですか。最悪じゃ。出ないって言うし、世界戦やれるのかよ。心配ですね。しかねえよ。信じてますよ高村さん。週も全て切り上げて疲れを取らねばならない時期だというのに、胃の中が乾いて喋るのが億劫なのはわかるが、その際挑発的な発言をして試合間際だというのは公然と女と遊び回る。決心じゃ。普段おちゃらけで傲慢で手に負えん貴様が選手に励まされるとは、初めての世界戦でどうかしとるわい。どうでもいいが、そっちの方が疲れやせんか。よくやった。おめでとう高村くん。戦えるのかな、そんなみすぼらしい体で。分かってるよジジイ。早く来てくれ藤井さん。どうしたんすか。とは思えない。それでは質問に移ります。挑戦者はどういう試合になると思っていますか。とりあえず判定はない。返すと思ったんだが、いい傾向だぜ。ちゃんと喋れるようですね。バカにしがって。会見に応じる気がないのか。不安がある。つまり怖がっていると思われますが。よろしいですか。てめえで答えろってんだ。体力に関してはチャンピオンに引けを取りません。加えて敵地での防衛戦。君が本当に知りたいのはそんなことではないだろう。なんて失礼なことを。他の素晴らしいファイトを誓って記念撮影をお願いします。死んだか。二人とも元に寄って。拳は顎の下に。ガキ。ってこと。くそが、わしは60歳若かったな。初めて成功でしょうが。はい。それじゃあ高村さんの世界戦で大騒ぎだけど。シッ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 、うるせえな。俺様が世界チャンピオンになる日だからな。一番乗りしまったぜ。自分のことなんざ点で心配してねえよ。どっちが勝つと思う。俺の顎跳ね上げたのはまだいいが、ジジイにまで手を挙げやがった。目じゃねえ、殴り倒す相手の顔を焼き付けるためだ。ベルト持ってるわけがよくわかった。喧嘩腰でリングに向かうと思ってたのに、初めてだ。日本中の期待、ものすごいプレッシャーだろうな。高村さんも約束してください。僕は1ラウンドで KO して勝ってきます。必ずやりますから。ラウンドだな。あ、いや、そういうことならラウンド数にこだわらず。無駄無駄抜けすんじゃねえ。景気よく勝ってこい。あれ、逆に励まされてしまった。強豪イ・ヨンスを迎え、3度目の日本タイトル防衛戦。めちゃくちゃテンション高いよ。しかも体が硬くなってきた。いつもと違う緊張感。イが飛び出そう。素早い立ち上がり。強豪とマスタルだったらまずい。コンボを。だが打ち合いは望むところよ小僧。自分のスタイルを一つ。ウェービング。これは電波シーローだ。
ずい。ハンドをつけたところにカウンターをもらったら、前段渾身幕の内、イオンスの反撃は反撃恐るべし電波シーロー。